大ちゃん、おはよう。なんで今日起きへんの？今日お母ちゃん休みやのに。起きて遊ぼうよ、大ちゃん。今日祝日って知ってんの？ね、今日祝日って知ってるから起きてけんの？ねえ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 、いつも髪の毛引っ張って起こしに来るやん。なんなん、眠たいんか？ほな寝とき、おやすみよ。はい、電気消したらな。麦ちゃん、おはようございます。洗濯物です。おはよう、麦ちゃん。おはようございます。はい、おはようございます。おはようございます。いただきます。はい、これは何でしょうか？甘酒です。今話題の甘酒、飲んでみようと思います。はい、はい、いただきます。いただきます。どうですか？甘酒。甘酒です。大ちゃん、大丈夫ですか？大ちゃん、どうしたん？お疲れですか？体調悪いんですか？大ちゃん、起きてきません。まあ、ゆっくり寝てください。みーちゃん、これならネズミさんたちも楽しめますね。続いてやってきたのは社員食堂。その食堂の片隅にも遊び心。ではアニメーターたちはどんなところにこだわって映画を作ったのでしょうか？今回2人の監督に話を伺うことができました。みーちゃん、おはよう。やっと起きてきた。大ちゃん、おはよう。はよう。30周年の感謝の気持ちを込めて。起きてきましたか？大ちゃん。今。はい。朝行く。今日は私休みなんで、お父ちゃん一人でお仕事でーす。珍しいパターンでーす。にゃんこは誰も見送りに来ません。大ちゃん。いやいや、ちょっと来てくれよ。バイバーイ。ニャンズとお母ちゃんのお留守番でローストビーフから買ったりしますけど、ここまでないですよ。めったにないお母ちゃんとニャンズのお留守番。お母ちゃんもごらなしか嬉しそう。もう寝とったね、あんた朝。眠たかった？いっぱい寝た？いっぱい寝ましたか？ゴミを片付けた様子はない。家主を直撃すると驚きの答えが返ってきた。足の置いてあるのは、自分のような感じで。死んでいるのか、生きているのならなぜ失踪したのか。お兄ちゃん、さっき足をしゃぶってねんねしてたのでびちょびちょでーしね。指しゃぶりがまだ収まらないのね。ねえ、赤ちゃんね、みーちゃんね。
ちゃんが家から撮る。おう、うさぎ、こんにちは。うん、で、1万でした。大ちゃんもありがとう。大ちゃんも、大ちゃんも、大ちゃんも、よしよし、おいで。大ちゃん最近目やにちょっと減ったかな、ま、波というところでしょうかね。大ちゃん目やに減りましたね。お背中のかさぶたどうなった。大ちゃん背中のかさぶたこれ何ですかね。怪我した。昨日消毒してお薬を塗っときましたが、本当に大丈夫かな。大丈夫かな。これかさぶた、後でまた消毒してお薬塗ろうね。痛くない。あんまり治らんかったお医者さん行かなかね、大ちゃんね。大ちゃんの抜け毛がまた大変なんだからね、これからね。大豆はすぐブラシを抱え込む。そうやったらブラッシングできへん。いいの、いいの、遊ばないの。ただあの共和党の遊ぶんじゃないの。で問題はその集会の前に僅差のある場合もあってもいいんですけど、ブラッシュ感でもいいんですけど、30以上の格差があればやっぱりトランプに上げざるを得ない、受けざるを得ないという流れになると思うんですよね。これいろんなところが代表でっていうか、その通り方針が背中とかやらせて。木村さん、これカリフォルニアっていうところは、まあ、あのまあどっちかというと民主党ベースって言われてますけども、テロなんかもあったりして、非常にその国内の危機感っていうのは、やっぱカリフォルニアはあるんですよ。カリフォルニアは、まず、保護者になってるんだ。カリフォルニアの国は、危ないした、危ないした。嫌なの、嫌なの、嫌なの。噛んだらダメでしょ。噛んだらダメでしょ。ほら、俺ってなった。自分の消えたみたい。よいしょ。え、ベースで、ベ、ベ、ベ。ルンバに引っかかるって。知らん顔みたいな。ルンバに蹴りを入れる大事。余裕やな大事。ルンバに蹴りを入れる大事。
しれない。葉っぱか。葉っぱでしょ。まさか金タンクはまだ。物を焼くやつ。食べないでしょ。好きだねお前。猫草、あ、そうか。あ、猫草長い間食べてない。うん。おばあちゃんの実家で取ってきた金柑、約1キロ。一晩水につけておいて、明日甘露煮にします。お昼は豚まんです。大阪の豚まん。いただきます。ちゃんと留守番にしとったか。にゃんにゃんか。細かい。にゃるぞっくしとったか。無印良品の猫草栽培セット。開封します。掘り投げます。水。250ml の水を。で、チンします。しません。したら、これが、はい、水。違うって言えないから。大ちゃん。大ちゃん。今、大ちゃんまで。大人間。大人間でいいんだ。大ちゃんでしょ。はい。250ml の水を、注ぎます。待つこと3分です。生えません。それで2、3日したらプツプツ芽が生えてきます、はい、日向に置いときます。なーに、これまだまだ、うん、葉っぱ出てきたね。はい、甘酒、酒粕で作った甘酒を製氷皿に入れて凍らせます。一マス 50ml ずつに仕切られた製氷皿を100均で買ってきました。これを毎朝1個ずつ溶かして飲みます。体にいいみたいです。甘酒挑戦は有利な方向に見直そうとしていることから契約の締結が遅れています。先月25日、シャープが本杯による出資の受け入れを公表した直後、本杯が契約交渉の延期に決めたんと1億8000万円。前から続く山屋さんならではのシステム、初回転や常連客の中には大量に買う人も多いそうです。300台の値段に設定、折れやすくかつ計算しやすくしている。レジの代わりに使っているのがある。にゃんにゃんにゃんにゃーお、はい、大丈夫に来ました。そうだよね。よし。ブシブシタイム。ブシブシですよ。じゃあちょっとお顔。はい、どうぞ。人間様の晩御飯です。人間様。これレバーね。鶏レバー。鶏レバー。これ小松菜とジャコの煮浸し。イカ人参。イカ人参。はい。お疲れ様でした。お疲れ様です。乾杯。乾杯。いただきます。いただきます。麦ちゃんの晩飯チェック。今日も食べ物ありません。うん、
なんかな。あ、じゃあこんなん。昭和スタイルの商売人。ダメよ。逆ダメかよ。ふぎちゃんちょっと。はい、大ちゃん。山口さんの自宅やろ。こいつら猫ちゃうやろ。食べません。ふぎちゃん食べたよ。食べた？うん。ほんま大事ダメやな。うん。小麦食べるわ。うん。あんまりやったかい。ちょっと辛い。はい。ありがとうね。足を目覚めさせ、この肉の世の王となられるよ。そなたにも配下がいるようでしょう。ヤフー殿、ヤフー、この模様を見ろ。このあざを持つ女に出会われるがよい。敵は大ちゃんが鬼なら鬼でもいいで。歌舞伎者じゃ。ほら、またな。バイビー。